こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、今日はおっぱいの話題。頻回授乳にすると母乳分泌量が増えるってよく聞くかなと思うんですけど、どれぐらい頻回にしたらおっぱい量が増えるの？っていうか、そもそも頻回授乳にしたら母乳量が増えるってほんまなん？頑張れんでええで、適当でええで。はい、初めてのね出産、もう分からないことだらけ、もう母乳のことなんてほんまに未知の世界で、どうやってやっていったらいいのかもう全然分からないと思います。でその中で、まあ、産婦人科やったり母乳外来やったりで助産師さんが教えてくれるんだけど、とにかく吸わせなさいと、ちょこ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 頻回に吸わせることによって母乳は出てくるようになるから、とにかく吸わせなさいっていう指導がねあるかなというふうに思います。私も12人目を産んだ時に欧米やったんですね。で欧米やって、で夜中にまあ呼びに来はるわけですよ、助産師さんが。赤ちゃん泣いてるよ、そろそろ授乳行ってねとかって言われて、夜中私は預けてたんでね。ほんで、あ、おっぱいかと思って行って、もう泣いたら言うてください言って、そのうちもしんどくなって部屋に連れ込んで、ずっと夜中中おっぱいあげたりとかっていうのをやってたんですけど、まあそれは私は知識があるから、とにかくおっぱいが軌道に乗るまでの間は、まあ産みました、はい、おっぱい作る、そんなうまいこといきませんからね、人間の体。やっぱりこう刺激を与えて、あなたは産んだんだよ、おっぱい作らないといけないんだよ、ほら吸われてるでしょっていうのを母体の脳が、あ、ほんまや、まだ吸われてるわ、あ、これおっぱい作るやつなんや、あ、はいってなるまでには、とにかくその赤ちゃんがおっぱいを吸ってくれるっていう刺激がなければスイッチは入らないわけですよ。っていう知識が私はあるから、帝王切開になってもお腹痛いししんどいし、もうふーってなりながらやってたんですけどね、まあ、とにかく夜中頑張って何回も何回も授乳を私はしてたんですけど、その横で初めて産み張ったママさんがね、寝てはるわけですよ。わかる、もう産後寝たいと思う、うん、で寝てたら助産師さんが今呼びに来はって、で私授乳してたら、あ、呼びに来はったなと思って、で何々さん赤ちゃん泣いてるからそろそろ授乳しようかったら、そのママさんがもういいです、ミルクあげといてください、寝ぼけながら言ってるわけですよ。ほんで助産師さんが、そんなん言ってたらおっぱい出なくなるよ、ちょっとでも頑張ろうよ、もういいですやっといてください、その会話をやってるわけですよで別にね、母乳育児にこだわる必要ってないし、ミルクでも全然赤ちゃんは育っていくから、ね、そこにこだわりがないんやったら、それはそれでね、その母乳何回も吸わすことで分泌量が増えるからやりなさいっていう指導っていうのは、ある意味押し付けにもなるかなとは思うんですけどね。ママがどんな風なやり方をしていきたいかっていうところを尊重してあげればいいんだけど、ただそのママさんがもしかしたら母乳育児はしていきたいと思ってるけど、産後その入院中しんどいからっていう理由で、そこをその夜中の授乳をへつってしまったら、それを やらへんかったら母乳分泌のスイッチが入らないっていうことを知識として持ってらっしゃらなかったとしたらですよ、それはもっと言ってくれたらよかったのにみたいなことに後でなってもなーとか思いながら、どうしてあげたらいいんかなーって思いながら、私は夜中カーテンの向こうで やり取りをこう聞きながら授乳してたっていうことがあったんですけどもね。はい、おっぱいっていうのは先ほども言ったように、とにかく刺激をもらわないと出るようにはなかなか通常なりません。ただやっぱり人間の体って人それぞれ本当にいろいろだからね、何にも刺激もしてない、何にもしてないのに産んだ途端からバシャバシャ出る人もいるんですよ。もうラッキーな人もいるんですよ。かと思ったら刺激してもらって刺激してもらって何回も赤ちゃんに吸わすけどもなかなか出えへんなーっていう人もいたりとか、本当にいろいろまちまちです、うん、だから必ずしも頻回授乳をしたからって言って母乳分泌量が絶対に増えるかって言われると、そういう傾向があるというだけで、それをしたから絶対母乳育児でできるようになるかって思い込んでいると、なんや言われたようにやったのにあかんやんか、ミルク足したらあかんやん結局みたいなことにもなるんでね、うん、傾向としてそうだよと、だからできる範囲のところでやってみようかっていうようなニュアンスで捉えてもらったらいいのかなとは思います。で産んで間もない頃は、まあ、病院でも3時間ごとの授乳をしていきましょうっていうふうに言われますね。で赤ちゃんがすごいお産も軽くて、で体重も出生体重も結構あって、お産あんまり出へんくてみたいな、体力余ってるでみたいな赤ちゃんのパターンの時は
あまりこう眠りこけることがなくって、1時間2時間ごとに新生児でも、新生児ってずっと寝てるんちゃうみたいな、でうちの子ずっと起きてるけどみたいな子もいるんですけど、そういうタイプで こまめにこうくれくれって言って要求してくれるタイプの赤ちゃんやと、ママも泣かれるから頻回に自然になるんですけどね。中にはこうお産が少し難産で時間かかってしまってしんどかったとか、最後の最後で赤ちゃんの心拍が落ちて赤ちゃんも結構しんどかったねっていうお産やったりとか、あと 2500g 以下の、あのちっちゃい赤ちゃんやったりとか、あとはちょっと正規産には間に合わず36週で生まれちゃったねっていう少しだけ早産やった赤ちゃんとか、あとは女の子も男の子に比べたら伸びはゆっくりやったりします。はい、あと横断で子も生命維持を先に持ってくるから眠りこけて全然飲みませんとかっていうのがあって、あの3時間ごとの授乳って言われても赤ちゃんが泣いてくれないことがあるわけですよ。でその場合赤ちゃんが泣いたらあげようとか言ったら、気がついて振って時計見たら5時間経ってるみたいなことになって、まあそれやると赤ちゃんも体重増えないし脱水を起こしやすくなるし、ママのおっぱいも5時間刺激をもらわないままだから、あれ赤ちゃん産んだけどおっぱい作るかと思ったけど、あれ刺激が来ないから作らなくていいのかな、あじゃあちょっと分泌量減らしていこうかみたいなことに流れたら困るのでね、産んで、まあ、1ヶ月1ヶ月半ぐらいは赤ちゃんが泣かなくてもちょっと頑張って3時間おきにはあの授乳をしてほしいなと思います。でもさっき の男の子、パワーのある男の子みたいな1時間2時間ごとに欲しがるというパターンの時はもうその3時間っていう 区切りはないからね、3時間以上は空けない方がいいっていうだけやから、短い分にはどんだけ短くてもいいんですよ。もう欲しがったら欲しがるだけもうとにかく吸わして吸わして吸わしてやってると少しずつおっぱいを作るんだねみたいなんで分泌量が増してくる。もともと最初にあるおっぱいにあるおっぱいを作る工場っていうのはこっちに1個の工場、こっちに1個の工場、合計2個の工場、2軒の工場でそれを母乳を生産してるかもしれないけど、その生産が追いつかないぐらい吸われたら、なんか注文いっぱい入りましたよって、もう在庫ないですけどどうするんですか、もうこの工場だけでは作りきれませんよ、どうしますか、じゃあ第二工場作りましょうかみたいな感じで、あの工場を増やすことができるね。それがだいたい生後3ヶ月から4ヶ月、100日ぐらいまでだと言われてるんですよ。だから100、逆に言ったら100日を超えてきて、そこから頻回授乳をしても、もう1個1個2つの工場でやってるものを、注文がたくさん入ったからといって、工場の数を増やして分泌量を増やす、出荷量を増やすということは、もう難しくなってくるんですね。うん、なので100日ぐらいまでの間いかにちょこちょこ頻回に注文入ってんで、注文入ってんで、工場さん頑張ってや、サボったらあかんで、注文来てんでみたいなことを刺激を与え続けてこう煽る背中押して押してするっていうね、そういう人をがいてくれることでおっぱいの量は増えていく傾向がある。うん、だからね、中にはほんまに頑張って頑張ってやったのに結局ミルク補足っていうのがいつまでたってもなくならなくて、母乳でいけるって言ったから頑張ったのにっていうパターンもあるので、ね、あの必ずしも近海授乳をしたからといって母乳分泌量が十分赤ちゃんが育っていくだけの量が出る、そうなるに違いないっていうところはなきにしもあらず、そうとも限らないので、まあ、できる範囲でっていうところで、あの、考えてくださいね。まあね、子育てっていうのをね、こうあったらいいのになー、こうしたいなーって思って、そのために努力をして、ママが一生懸命いろんなことできることを全部やったとしても、報われないのが子育てなんですよね。良かれと思って頑張ったのに、結果が出てこない。何のために頑張ってんみたいなね。そういうのの連続が子育てなんですよ。でもね、ある意味ね、私は思います。その一生懸命やっても、結果がなかなか伴わないからこそ、頑張ったらそれに見返りが返ってきて、あの、思った通りになっていくんやったら、まあ言うたら、面白ないんですよ。やったのに、やったのに、こんなにやったのに、あかんのか。ほんならどこで攻めていくみたいなね、そういうのを考えることができるからこそ、うまくいかへんからこそ、子育てはやりがいがあってめっちゃおもろいんやろうなっていうのも思います。まあこんな風に思わへんかったら子育てでもうねやってられないんでね、あのそんな風に考えてもらったらいいかなとは思いますけどもね。はい、で、まあ3時間ごとの1日8回ぐらいの授乳が基本ベースにはなってくるんですけど、もし頑張れそうやったらそれを1日10回の授乳をやってみる、まだいけそうやったら12回頑張ってみる、まだいけるってやったら15回ぐらい頑張ってみる、
みたいな感じで、じゃあ何回やったら正解とか、何回やったらあなたは偉いとかじゃないんですよ。それはママの体力とか気力とか、いろんな、みんな違うでしょ、ね、それができるからって言ったら、それで人間の価値が決まるとか、そんなんじゃ全然ないので、自分のキャパと相談しながらでいいんですよ。1日8回の授乳でもういっぱいいっぱいや、私はこれ以上やったら赤ちゃんのことが可愛いと思えなくなるっていうことやったら、それは赤ちゃんが可愛いと思える、赤ちゃんの前で笑顔でいられるっていうことが一番赤ちゃんにとって大切なことやから、頻回授乳にした結果、赤ちゃんの前でこんな顔してたら、これは赤ちゃん全然嬉しくないわけですよね。何が一番大事なんかっていうところをこう見えなくならないように、その授乳の頻回授乳っていう、その何回っていう回数はあなたの回数でいいからね。頑張りすぎたらもう絶対ええことないんで、一番大切なのは赤ちゃんの前で少しゆとりを持って、笑顔で可愛いなって思えるゆとりを残しておくところまでの授乳回数で止めないといけないですよ、ね、だから頻回授乳がいいとはいえ、あなたの適切な頻回授乳の回数と、あの人の適切な頻回授乳の回数は違うわけです。一緒にして考えないようにしてください。で、1回1回の授乳を、じゃあ40分とか1時間とか1回の授乳ね、時間かけてしまって、それをじゃあ1日15回って言われたら、多分もう24時間ずっとおっぱい出しっぱの、ずっと吸わせっぱの、もう私の人生今日何した、おっぱいあげた、以上終わり終了チーンみたいな、そんなことになってきますからね。それやと生活回っていかないしね。でおっぱいの皮膚ももうなんか擦り切れちゃって、水ぶくれができたりとか、出血してもう血まめができたりとか、激痛になったりっていうことにもなるから、そこら辺も無理なくねやっていてほしい。もう生で生まれて、そうやね、生後2ヶ月ぐらいまではもう5分5分の1クールを基準にして、赤ちゃんの体力がいけそうなら5分5分あと1クールいける、あでもあともう1クール5分5分の合計2クール、もしくは5分5分、あいけそう、じゃあもうあと5分あ 1.5 クールで終わった、それもありなんですよね。で体力ない赤ちゃんでも1クールいてもこのまま寝てしまう、全然吸えへんわって言うことやったら、もう1クール終了、はい10分終了、それをもって1回でも全然構わないし、もうおっぱい痛い時なんかはもう3分終わり、合計6分でもいいし、なんならもう3分終わり、こっちできひんかった、こっちちょっと搾乳でしのぐ、それも全然ありなんですよ。とにかく、まあ、赤ちゃんが吸ってくれる刺激が母体には一番反応するからいいんだけど、もう痛くてたまらん時とかはもう赤ちゃんが吸ってくれる刺激には劣るけど、でも搾乳をする、自分でこうやって刺激をするっていうだけでも、おっぱいはあ吸われてるって勘違いしてくれますのでね。だから吸わせれないっていう状況の時は、ね、もうほんまに3分5分で十分なので、自分でこう絞って刺激を与えてあげるっていうことをやってもらったらいいと思います。搾乳の意味っていうのは、だから量を取ることじゃないのよ。生後3ヶ月ぐらいまでは刺激を与えて、それによって母体がおぽにを作るよっていうスイッチを入れることが搾乳の目的だったりもします。だから張ってないし、どうせ出えへんし、絞っても一緒やから春まで待っとこうってやってたら、おっぱい出なくなってくるからね。張ってないおっぱい、どうせ絞っても出えへんおっぱいを刺激してあげる、で3時間以上空けないように刺激をしてあげるっていうことでね、少なからず母乳の量は増えていって、100日生後3ヶ月から4ヶ月ぐらいまでに工場の数が決まっていってね、少しでも長く母乳育児、もしそれを希望するならばですよね、することはできるかなっていうふうに思いますので、極力おっぱいでいきたいなって思ってる人は、自分のキャパが許す範囲で頻回の授乳っていうのを頑張ってもらったらいいかなと思います。でほんまは夜間に頑張ってほしいの。夜中におっぱいホルモン分泌されるから、夜中に吸わした方が早く反応するんですが、夜中寝たいでしょ、しんどいね夜中の頻回授乳って。でそこもね、それは理想なんですよね。教科書的な話はそうなんですよ、夜間授乳がいいんですよ。でも現実の子育てって考えた時に、それをママたちに共有するっていうのはもうちょっともうなんかもう頭おかしくなってくるっていうような、そんなことにもなりかねないからね。それもママのキャパを見て、夜中この人はできる人かなっていうのを見極めて、もうちょっとしんどそうやなって思ったら、ほなもう夜中はミルク足そうか、そっかり昼間できそう、じゃあ昼間ちょっと頑張る、ね、昼間はじゃあ1時間2時間ごとにちょこちょこってちょっと吸わせてみようか、その代わり夜中はねえやって、そういう指導もやります。でこの人いけそうやなったら夜中頑張ってみる、ね、人によってこのアドバイスも変わってくるわけですよ。だから夜間できそうならやる、
もうしんどければ夜間はやらない、サボっちゃう、その代わり昼間に頑張る、そんなんでも絶対いいと思うので、頑張りどころを見間違えないように自分のペースで頻回授乳をやってみてもらったらいいのかなっていうふうに思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。笑顔で子育て応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当で。